こんにちは NB です皆さんハイブランド安く買いたいたですよねもう最近値上げもすごいのでマルジェラ買おうにもジルサンダー買おうにもボッテガー買おうにもとにかくもう手が届くレベルじゃなくなってきましたところがですね最近検索すると妙に安い価格でハイブランドを売ってるサイト皆さんご覧になったことないでしょうか、まあ、バイマとかだったらなんとなくやってること分かるから C2C、まあ、なんで、まあ、安くしてんのかなとかなんとなく分かる。内外か 格差使って安くしてんのかなとか分かるんですけどこれどう見ても違法サイトっぽくなくてちゃんとしてるサイトっぽい調べてもそこまで悪い評判が出てこないでも明らかに本物なんだけど偽物じゃなくて本物なんだけど3割引きとか4割引きで新作を売ってるハイブランドの通販サイト見たことないですか例えばマルジェラのレプリカスニーカーこちら新作ですけれども定価にして11万1100円がこのサイトで見ると5万 1万9900円まで下がっている。 新作でこんなに値段下がるってどういう理屈しかもこれ後で説明するけど本物なんですよジルサンダーのオープントゥーサンダル普通に他の店でもセールかかってるけどこれ元値が17万1700円のものが9万9000円セールにしたって随分安く出してるような気がする概要欄の方にですねこういうサイトをリンク貼っとくので見ていただければと思うんですけど皆さんが欲しかったあのハイブランドのアイテムがしかも新作がですよ片落ち品じゃない なくて新作が3割引き4割引きで買えるサイトっていうのが最近横行してるんですよこれ一体どういうものなのか本物なのか偽物なのかどういうからくりで安くできているのか皆さん気になりませんかこういうものをグレーマーケット通販サイトというふうに我々呼んでいます はい。というわけで今日はグレーマーケット通販の知られざるカラクリについて攻めていきたいと思います。最近見かけるハイブランドを格安で買えるサイト。これはどういうカラクリで安くできるのかしっかり最後までご覧になると仕組みが分かって安心して買ったりできると思いますのでよかったら最後までご覧になってみてください。まあもちろん買うか買わないかは皆さん次第です。倫理的に買っちゃいけないと思う人もいるかもしれないし、いや、そんなの別に気にしないと思うのも あるかもしれないこれはもちろん個々人の判断に委ねますけれどもそれら含んでですねぜひこの動画をインプットしてですね買うか買わないかを決めていただければ見るか見ないかを決めていただければというふうに思っておりますかなり参考になる動画になってると思いますぜひよかったら最後までご覧になってくださいその前に私毎週日曜日自分のオリジナルブランド MB アイテムの新作を必ず毎週日曜日の夜9時から発売しておりますレザーはグイディのレザーだったりとかエルメスが使っているアノネイのレザープラダやエルメスとか他のブランドも たくさん使ってるけどリモンタナイロンだったりとかいろんな各国のですねハイエンドなファブリックを使って値段を可能な限り下げるっていうことをやっていますハイブランドとかメゾンが使ってる素材と全く同じものを使って値段を下げてっていうことを、まあ、僕広告費がゼロなんで自分で作ってこうやって自分で宣伝するだけなのでそれ以外にも中間マージンをほとんど派生しないように作っているのでいわゆる D2C ですけれどもイタリア製のものに関しては僕たちイタリアの現地まで行って直接工場にお願いしてっていう 2社ししか存在しないことやってたりしますなので普通はね縫製工場とか素材屋さんとか死ぬほど間に入ったりする商社さんとかね入ったりするんですけれども2社間だけでやってるから極限まで値段を落とせるみたいなことを実験的にやっておりますよかったら概要欄の方から m b アイテムスタンドリンク見てみてくださいかなりびっくりする洋服に詳しい人ほどびっくりする価格になってると思いますぜひチェックしてみてくださいさあ本題でございます今日はグレーマーケット通販ですねマルルジジェラだったりとかジルサンンダーバレンシアガボッテガネタセリーヌにグッチに プラダ、まあ、そういったハイブランドラグジュアリーブランドが30%オフ40%オフで購入できるグレーマーケット通販、まあ、言葉通りグレーな領域なんですけどこれがね面白いことにブラック でではないんですね法的にまずいことをしてるわけではないっていうのがこのグレーマーケット通販の肝ですねさあ、えー、このグレーマーケット通販についてちょっと一つ一つ説明していきましょうまずりりでですすね気になるからくりですどうやってこんなに安く売ってるのかっていうからくりなんだけどポイント一つ目安い理由は簡単に言えばバッタや商法と言えると思います。 バッタ屋商法って今あんま言わないかもしれないですけど、まあ、昭和平成の時代には割とこう耳にしたような言葉、まあ僕もアパレルのね、末席にいたんで、まあちょこちょこ耳にした言葉ではありましたけど、まあ最近はあんまりバッタ屋って言わないかもしれませんけど、まあ、バッタ屋って、つまりそのお店の余剰在庫を買い叩いて、それを安くお客さんに売りさばくっていう非正規の取扱い店のことをバッタ屋っていう風に表現することが、まあ昭和の時代とかは多かったと思う。まあ僕も昭和の時代そんなに生きてないけど、まあそう言って、 簡単に言うとバッタ屋みたいなもので正規店舗があるわけですけれども例えばマルジェラとかジルサンダーとかを取り扱うセレクトショップとかねそういったところの余剰在庫を買い叩いてで通販サイトで売ってるっていうのがグレーマーケット通販の主たる流通経路だと思いますこれにはまたからくりがあって何でそのセレクトショップがわざわざバッタ屋さんみたいなところにグレーマーケット通販サイトに会社に横流しをするのかって言われるとこれはミニマムオー オーダーダっていう仕組みが存在すするんですねアパレルの業界の中ではミニマムオーダーとか他にもこう条件付きオーダーみたいなことがありますけどどういうことかっていうと例えばバイヤー僕もバイヤーやってましたけどブランドの展示会に行って半年間で売るものを買ってくるわけで注文するわけですねバイヤーさんは。 パリコレクション、ミラノコレクションみたいな、ね、今ファッションウィークっていうけど、まあ、そういうところとかで展示会が同時に開催されて我々バイヤーは展示会に行くそうすると半年後に発売されるラインナップがずらーっと並んでるんですよでそれを見て資料を見て僕らはじゃあこれ5点くださいこれ5点くださいこれ3点くださいみたいなことをずっとやるんですね、まあ、それが半年後ぐらいに納品されてそれをお客さんに売っていくっていうのがセレクトショップのビジネスモデルなんですけれどもこの時ミニマムオーダーという条件が課されることが大半なんですね マルジェラだってジルサンダーだってプラダだっておそらくそういうミニマムオーダーみたいなことやってると思いますけどミニマムオーダーっていうのは半年間で最低このののぐらいいい金額は買っっててくださいねっていうのが基本的にミニマムオーダーダまあもちろん年間の時もありますけど年間で5000万円は買ってくださいね半年間で3000万円は買ってくださいねみたいなオーダーのミニマムですねこのぐらい買ってくれないとあなたとは取引できませんよっていう条件が課されるんですよこれは別に国外だけじゃな 国内のドメスティックのブランドも往々にしてあるんですけれども例えば、まあ、僕がセレクトショップをやるとするじゃないですか全然無名のセレクトショップを地元の新潟で始めましたと全くお客さん持ってません売れるかどうかも分かりませんそんな人が100万200万とかのオーダーってなかなか難しいからとりあえずお試しで30万だけ買いたいとかってなるわけですよバイヤー側としてはで評判が良かったら次のシーズンからガッツリ買えばいいわけでお試しで30万ぐらい買おうかなと思って来られるとブランド側としてはすごく嫌なわけですね だってそういうお客さんがいっぱい増えてきちゃってなるべくオーダー金額を少なく少なくしてるともちろん商売としても影響があるし何よりブランドとしての世界観が打ち出されないわけですよ例えばマルジェラ30万しかオーダーしないって言ったらまあ大体今のマルジェラの宝だったら34点ぐらいしか取引できないわけですよね店に34点しか並んでないのにマルジェラ取扱店ですって言われてもなんかお客さん側からしてもちょっとこうマルジェラってどんなブランドなのか34点並んでるだけだと全然わかんないし初めて知ったブランド お客さんからしたら初めて知ったブランドがあこういう感じなのかこのブランドはって1,2点で判断されちゃったらたまったもんじゃないよねだってプラドだってグッチだってマルジェラだってジルサンドだっていろんなアイテムを展開してるからこのアイテムだけ偏った付け方をされてそれがしかも少数だとお客様に自分たちがやろうとしてるブランドの世界観とかが伝わらない わけですよねブランドの魅力が伝わらないだから1シーズンでせめて500万はつけてもらわないとうちのブランドの世界観がお客様に伝わらないのでそれはやめてほしいとだから200万とか100万とか50万とかの買い付けはやめていただきたいだからミニマムオーダーをつけたいんですっていうのが今の主流ですところがそうするといきなりミニマムオーダー1000万とか2000万、まあ、正直ちょっと売れてるブランドとかだとミニマムオーダーかなり高いんですよ年間で何千万とかっててミニマムオーダーダしてくる ブブラランンドドも結構ああるので特にハイブランドだとありますけど、まあ、そういうミニマムオーダー課されるとセレクトショップ側としては正直このブランドのアイテムこんな金額いらないんだけどミニマムオーダー超えないと取引できないからしょうがないじゃん。うん 売れななないいと思ううけけど2000万買おうってなるわけじゃないだってセレクトショップっていろんなブランド取り扱ってるわけで例えばプラダだったりとかマルジェラあたり取り扱ってる人はマルジェラは1ブランドに過ぎないわけじゃないでそこのミニマモーターがドカッと乗っかってくるとうちマルジェラメインじゃないのにこの金額買い付けられねえよってなっちゃうじゃんそこでどうするかっていうと最近バッタヤみたいなのが横行していていや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 困ってるセレクトショップのオーナーさんとうちが横流ししますせん 中間業者がいるんですよ通販サイトに横流しするからうちが買いたきますよ原価でお宅は損しないでしょ僕はこの通販サイトに海外の通販サイトに横流しするんでまあ黙って500万分うちに横しなって感じの人がいるわけですねそうするとセレクトショップ的には大助かりで「本当はうち500万しかいらないんだけどミニマムオーダー1000って言われたから1000万取っちゃった500万どう考えても余剰在庫になってしまうさあ困ったどうしようかなって思ってる 時にそういうい業者さんが来ててくれて500万原価でこうたるでとだからそのまま当然横流しするじゃないですかでその横流しされた在庫がさらに横流しにスライドされてグレーマーケット通販とかに入って売られてるだからつまりグレーマーケット通販っていうのは正規取扱店ではないんですねだからブランド側としては取り締まりようがないっていうのも一つあると思います まず1つ目のからくりは安い理由ですねバッタや商法であるということを覚えておいてください2つ目本物か偽物か皆さん気になる人多いと思いますがこれは断言は結構難しいんですねグレーマーケット通販っていってもいろんな流通経路があるから例えば変なところからたまたま引っ張ってきちゃってたまたま偽物捕まされたっていう可能性もゼロではない正規の取り扱い店じゃないので保証が存在しないからもしかしたら偽物ってこともあるかもしれないけどここは急 3 9 9ぐらい本物。 とでも言えるんじゃなないいいかなとううふうに思います僕の経験値からしても99.9%、まあ、本物ということができるんじゃないかなというふうに思います。というのもグレーマーケット通販側に偽物を取り扱うメリットがなさすすぎるからですねグレーマーケット通販っていうふうに表現してグレーっていうふうに表現してるからさぞなんか汚い会社がちっちゃい会社がうまいこと儲けようと思って悪いことしてるみたいなイメージに聞こえるかもしれないけどさっきも言った通りですけど別にこれイリーガルじゃないんですよ。法を犯しているもので 全くなないんんでですすねね合法的にやってることなんです、ね、だから取引金額としてもどでかい会社とかグレーマーケット通販全然ありますし立派な会社がそういう事業やってるってこと全然あるんですだから実際海外だとグレーマーケット通販の会社で上場した事例があるんじゃないかななのでそういう会社が偽物をやってあこのサイト偽物扱ってるダメじゃんこのサイトって思われる方がデメリットじゃないですか例えば原宿でねゴザ広げてシルバーアクセとか売っててほらクロムハーツ安いよ安いよ とかって言ってて言るやつが偽物売ってもこれ偽物だったじゃねえかって文句言う頃にはそいつはもういなくなっちゃって次の日にはどこにもその人いなくなってると原宿駅のどこにもいなくなっちゃってるみたいなことがあるからそういう焼き畑農業的に商売するんだったら偽物扱う意味があると思うんですけれどグレーマーケット通販のほとんどはちゃんと通販サイトの体を成していてちゃんとシステマチックにやっていてある意味すごくこうしっかりした通販サイトなのよしししっかりした事業とててやられてるのよだから偽物を扱うメリットが全くないので9 9 9%本物だととといいうことができると思いますバイマは C2C なんでもしかしたら悪いやつが混じってて偽物が出てくるっていう可能性があるじゃないですか、まあ、それでもバイマさんって偽物が流通しないようにすごい監視の力だったりとか無料査定とかやってそれを撲滅させようとしてるだからプラットフォームとしての信頼を高めようとしてるところがあるからバイマさんもある程度はもちろん安心なんですけど変な話バイマさんよよりもも安心でできるかもしれないですよねだってバイマさんはいやうちが悪いんじゃなくてその中に入ってた取り こいつが悪いんですって逃げ道があるけどグレーマーケット通販は自社で全部やってるわけだから1点でも偽物が出てきたらこのサイト全部悪ってなっちゃうじゃん。なので基本偽物を取り扱うメリットが全く 全くないので99.9%、まあ、万が一ってことがあるから100とは言わないけど99.9%本物と言っていいと思います次三つ目のポイント行きましょう三つ目のポイントグレーマーケット通販っていうのはじゃあなんでブランド側は文句を言わないかというとさっきも言った通りだけどブランドと直接取引がない中間業者がやってるんですねだからブランド側からしたら大変邪魔な存在であるはずなんですよだって例えば10万円で売ってるさっきも言ったけど スニーカーがマルジャラが10万で売ってる新作のスニーカーがグレーマーケット通販に行くと7万円とか6万円で売られてるわけですよそしたら当然価値が落ちるじゃないですかブランド側としてはちょっと苦々しいわけだよねただ今までは正直ブランド側もある程度目をつぶってたところがあったと思います何でかっていうと 卸先のセレクトショップ側が在庫が余剰在庫がこう抱えすぎちゃってパンクしちゃう方が怖いのである程度の逃げ道としてグレーマーケットに横流しするのを目をつぶってあげるっていうのはまあブランド側としてもちょっとはもちろんメリットあることなのかなとは思うんですけど最近ですね名前言っちゃうとセタイヤとかイタリストとか時計だったら黒の24黒の24っていうんですかねとかっていうグレーマーケット通販のでかい事業がどんどん出てきてしまっていてまあこの その辺になるとさすがにこうブランド側はちょっとこうなんとかしなきゃなって今はもう思ってると思います以前まではちょっと隠れた存在だったので、まあ、そんなには多分影響なかったと思うんですけど最近は本当検索すると特に世帯ヤとかは割と上の方に出てくるようになってきたので、まあ、割とそのブランド側としても危機意識を持ってるんじゃないのかなというふうに思いますただまあさっきも言った通りなんだけどブランド側としては潰しにくいというか潰せないんですよねだって別に悪いことしてるわけじゃないからブランド側がね 流通経路をすごくこ,う探してこの店が横流ししたってなったらじゃあその店との取引停止をすればいいだけだけどそのグレーマーケット通販本体と,と戦うことってのはなかなかできないわけブランド側としてはだって横流しされたカッター在庫をそのまま売ってるだけだから悪いわけじゃないんですよ、まあ、メルカリと構造的には近いよねだからセカンドハンズなだけなんで別に何かが悪いわけでは全くないので直接何か文句を言うってことはなかなか難しいんですねただ、まあ 取引先が横流ししてるってことが終わったらじゃあお前は横流ししたから取引停止ねってやったとしても他の店がまた違うことをやるまたバレないようにうまいことやられたらもう、まあ、それでアウトじゃないですかだから結構いたちごっこなんですよ今取り締まろうと思ってもなかなかうまいこといかないのが現状なんですね本当にヨーロッパとかだとそういう業者が割と横行していて特定の展示会だったりとかファッションウィークとかに行くと、まあ、そういう横流し業者とかの方がいてでセレクトショップやられてるんだったらまあこういう こういういい余剰在庫をうち買い取りますよだったりとかもしくはこういう余剰在庫をうちは持ってるのでお宅が通販サイトやってるんだったら、まあ、こういうグレーマーケット通販立ち上げませんかみたいな営業をかけてくる人っていうのがやっぱ何人かいるらしいんですよなので本当にこう今割と横行している状態でいたちごっこ状態なのが間違いないですまあブローカーみたいな人はいるわけねつまりその在庫を引っ張ってきてそれを他の会社に通販やる会社に横流しするっていうブローカーみたいな人はいるわけブローカーとかグレーとかって言ってるから なんかイリーガルなことに聞こえるかもしれないけど何度も言う通りだけど別に悪いことではないっていうのがここのすごく肝なんですよただブランド側としては正規価格で売られないので非常にその苦々しく思ってるはずなんですね価値が落ちてくわけだからねしかも新作ですからね型落ち品とかじゃなくて新作なのでなかなかそれは痛いよね特に今だとリストリストっていうサイトがありますけどアプリがありますけどリスト知ってますリスストっって例えばマックインのスニーカーカが欲しいと思ったら アレキサンダー・マック・イーンのスニーカー見てそれが取り扱いサイトがバーッと並ぶんですよでその中の最安値とかが出てくる仕組みなのねだからまあファーフェッチとかマッチズ・ファッションとかエッセンスとか、まあ、それもグレーマーケット通販とか、まあ、そういうのがバーッとあるわけじゃないその中で一番安いのとか表示する検索エンジンみたいな役割をしてるアプリが存在するわけですよねだからそういうのを使ってる人からするとあっ マルジェララののスニーカーーカ万万でで買買わなななくても7万円で買えるんんじゃん新作なのにやったたッキーみたいなこの間もメルマガ、僕がやってる有料メルマガでチャーチが欲しいと。プラダグループのチャーチの靴が欲しいけど20万とても買えませんみたいな何か他の代用品教えてくださいって Q があってで調べたら7万円で売ってたんですよチャーチがグレーマーケット通販で。で、その方も予算7万円ぐらいだったら出せるんですけど20万はとても手が出せませんと。なんか7万円ぐらいで買えるチャーチに似たアイテム探してるんですってちょうど書いてあったから 7万円でチャーチ買いますよっていう風に僕はちょっと回答したもちろんグレーマーケットの説明もガーッとなか載せたんだけどねその倫理観みたいなのがあるから人によってねだからまあねそれはまあちゃんと分かるように載せましたけどただ現状そうなっちゃってるんだよね何度も言う通りだけどまあこれは倫理観の問題っちゃ問題なんですよど,どこまあ偽物を買ってるんだったら明らかにイリーガルで違法なのでそれはもうダメなことだし偽物って分かって買うお客様もこれは違法なんですよなので良くないことなんだけどグレーマーケット に関しては悪いいことがないんですよねただブランド側からするとブランディングの邪魔になるのでほっとくわけにはいかないでも戦うことがなかなか難しいっていう状態があって。 で横行して対応策に困っているのが現状我々ユーザーからするともちろんハイブランドの正規品ですよね正規取扱い店ではないけど正規品である本物の新作が30%オフ40%オフで購入可能になっているわけですからいいはいいんだけど本当にブランドを応援したいって思うんだったら買わない方がいいのかうんみたいな感じなんだよねだから倫理観ともちょっと違うような気もするんだよね ポイント4つ目いきましょうなんでそもそもグレーマーケット通販は割引して販売ができるのかっていうところなんですけどバッタや的に余剰在庫を買ってくるわけで買い付けの金額っていうのは大体原価50%とかなんですねドメスティックのブランド日本のブランドだと原価60のところが多いんですけれども仕入れ値です原価っていうか仕入れ値だね仕入れ値が60%だからセレクトショップは1万円の商品を6000円で買ってるってこと4000円のあらりが出るってことだよねなんだけど海外のブランドって大体5なんですね ですよだから1万円の商品が大、えー、い,い5,000円で仕入れられるって感じなのね。だから5,000円のあらりが出るのねなんでまあそういうふうに原価で多分横流しされてるだろうから別に正規取扱い店ではないのでセールの時期とか自分ででいいいじっていいわけですよ正規取扱い店の場合はセールの時期じゃないのにセール価格にするとむちゃくちゃブランドから怒られます。ふざけんな <laughs> もちょ超ど鳴られると思いますけどで取引停止になると思いますやりすぎるとなんだけど正規取扱い店じゃないからそもそもブランドに顔立てする意味がないというか別にそんな必要ないわけねなんでみんな定価で売ってるけど別にうちはいいやもう初めから30%オフであらり20%しか出ないけどそれでいいやっていうふうにやっちゃうのがグレーマーケット通販さらにですね実はグレーマーケット通販ってドロッップシッピングでで在庫リスクがないところもあるんですよだからその契約しといて中間業者みたいな人がいて契約しといて サイト上で売れたら仕入れを立てるっていう風にドロップシッピングをされるところも多いんですねなんでそうすると在庫リスクがないから価格をギリギリまで落とせるわけ通常普通のセレクトショップだとまあ在庫ってどうやっても余るんで余るってことは余った分だけマイナスじゃん仕入れの分余った分だけマイナスが出るわけでしょそのマイナスに対応できるためにある程度利益を売れるところで確保しとかなきゃいけないわけだからセールで売るっていうことはあんまり彼らはしたくなくてプロパー価格で低価でどれだけ売ってその分黒 利益を確保しといてセール時期に利益がガクッと減ったりとか在庫が残っちゃってそれを処分しなきゃいけない時にまるまる赤字が出ちゃうその時のために利益を確保しておくっていうことを定価時期にやるわけですよねこのの説明の仕方わかるかるななんですけどドロップシッピングのやり方をすると余剰在庫あんたのとこあるんでしょじゃあこれ一旦確保させてもらいますと一旦確保されてもらってで売れたら仕入れを立てますだから仕入れを立ててないわけだから在庫リスクが存在しないわけね いいっきり確保しておく必要がないので最終残って赤字で処分しなきゃいけないダメージがないわけだから別に利益をガッツリ確保しておく必要ってないわけよなのでギリギリまで値段を持たせて常にセール価格っていうことが実現できるんですねちょっと話や,ややこしいと思うんですけどそんな感じで最後ポイント5つ目いきましょうポイント5つ目ではグレーマーケット通販をブランド側は防ぐ方法はあるのかって話なんですけどこれは今いろいろねえ議論されているしやろうとされてるブランドさんもたくさん たくさんいらっしゃるとは思うんですけど究極的にまあ有効な手段としてはまあ、ルイヴィトンとかエルメス方式しかないかなというふうに思いますハイブランドとかラグジュアリーの中でもですね例えばプラダとかジルサンダーとかっていうのは卸ビジネスをやってますけどルイヴィトンとかエルメスっていうのは基本的に卸ビジネスをやってないんですね卸ビジネスって何かっていうとセレクトショップに自社のものを卸すっていうやり方をしてないんですよ だから自社の製品は自社が販売するっていうことをやってるのねそうすると当然在庫管理が徹底できるのでどっからどこに流通してるっていうのが全て100%完璧に把握できる、まあ、ルイ・ヴィトンは特にこれを昔から意識してるね偽物で偽物とずっと戦ってきたブランドなのでそういう流通経路の管理っていうことを自社で行うことを彼らはものすごくシビアにやってますなので下ろすっていうことをやらなければ当然そこに隙間が出ないのでグレーマーケット通販に横流しする人も当然いないし ルイ・ヴィトンに関しては値引きもしないしアウトレットにも出さないのでそういったこうないんですね。なので流通も他の変なところに流通もしないし値段も崩れないしだから価値を一定に保てるただそうするとセール時期とかに当然困ったりするし在庫の果て口にアウトレットがないってかなり商売的には厳しいので、まあ、ルイ・ヴィトンはルイ・ヴィトンなりに大変過酷な道を進んでねいばらの道を進んでなんとか価値を落とさないようにしてるっていうのがある普通のブランドはやっぱりセールした方がさばけるし安心できる で在庫の刷け口としてアウトレットがあった方が、まあ、在庫を抱えてそのお金が動かせなくなるみたいな状態がキャッシュフローが痛むみたいなことはなくなるので安心っていうふうに安易にそっちの方向に行っちゃうもしくはフランチャイズやっちゃうとかねライセンス商売やっちゃうとかってそういった方が簡単にね利益が残せるのでみんなやろうとするんだけどヴィトンとかエルメスとかそういうブランディングに対して厳しいところっていうのは自社が管理していてで価値を下げないようにしてるので、まあ、グレーマーケット通販なんてものが生まれるわけがないんですね。 なのでまあ、根本的にはこういう方法しかないのかなとは思いますけどねいずれにしてもですねこの話っていうのは合法は合法で違法ではないでしかも別に誰かの何かを傷つけてるわけではないので強いて言えばブランドが困ってるわけですねでブランドのファンでブランドを応援したいと思う人は当然正規店で正規価格で買えばいいんだけど正直そういう人がどれだけいるかって話じゃないですかまあ、僕はアパレルの人間なんで、まあ あんまりグレーマーケット通販ってまあいいか悪いかっていうのはもちろん個々人の判断によるけど、まあ、僕はまあ微妙にどうなのかなって思う部分もあるので自分で買うことはほとんどしないんですけどただこれ見てる皆さんが買うことに関してはこれはもう止められないことだと思うし、まあ、こうやってねオンラインによって世界の,その垣根がなくなって、まあ、流通もこうやって自由になることになった歪みなので、まあ、ある程度しょうがないことだしそれに対する対策っていうのはブランド側がやんなきゃいけないことだからまあ今はその過渡期でだから 買うう人がどうとは全く思ってないしだからこの動画にもしてるんですけれども、まあ、あとはねご本人が皆さんが買うか買わないかブランドを応援したいかそうじゃないかただ安く買いたいかっていうことに尽きるんじゃないかなというふうには思います。というわけでですね今回はグレーマーケット通販の問題についてお話しさせていただきました本当に難しい問題でみんながねハイブランドを安く買いたいっていう思いとでブランド側は価値を落としたくないっていう思いここに対立構造が存在していてい うまくその辺の穴を見つけてついたビジネスモデルなんじゃないかなという風に思いますまだ日本ではあまりそんなにこうグレーマーケット通販という言葉も認知されてないですし知らない人も多いかと思うんですけど最近検索してると妙に安いものが出てくるなって多分皆さん感じてると思うんですよねそういう仕組みになっておりますので知識の一つとして覚えていただいて使う人は使う人でもちろん活用すればいいしいやそんなのはブランドビジネスの悪だから僕は絶対に買わないと思うんだったら、うん、固くなり 拒否すすればいいだけですしこれはまあ個々人の判断に委ねられるものなので僕は何とも言いませんけど少なくともそういう情報があるということをこの動画にてお伝えいたしましたはい私メンバーシップ動画やっておりますメンバーシップ動画ではですねこういうグレーマーケット通販の話もそうなんですけどさらにもっと突っ込んだ話をガンガンしています業界の裏話だったりとかまあ言うて僕アパレルに入ってからもう20年以上経つので20年間アパレルにいる経験からですね言えること言えないことたくさんあるんですけれどもメンバーシ シップではかなりギリギリまで踏み込んで話をしています興味があればぜひ概要欄メンバーになるボタンで参加してみてくださいまたこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなくまたお会いしましょう MB でしたバイバイ